はい、皆さんこんにちは、高橋です。いつも動画見ていただいてありがとうございます。さあ、今回はですね、皆さんに、弓道の実力を伸ばしていくためにやっていく練習方法をお話ししていきたいと思うんですが、実は多くの人たちがこう勘違いをしてしまっているんじゃないかなというふうに思ってこの動画を撮りました。今回の内容はですね、弓道の実力をこう上手くなっていくには、まあどうしたらいいのかという、一般的にやられている方法から、実はこういうふうに練習の方法をやり方を変えると弓道の実力がもっと伸びるようになるよっていうことをお話ししたいと思います。こう世の中で言われている練習方法であったりとか、飲食店が売り上げを上げる方法であったりとか、あるいはビジネスで成功するための方法も、これ全て同じ原理原則で当てはまってます。そして弓道も例外ではありません。近年はまあこうインターネットの発達によってですね、練習方法であったりとか、こうトレーニングの仕方みたいなのが上達しているんですが、実は考えなければいけないのはそこではないんです。結論から言いますとですね、大部分の人は成功者の成功例と形を学びます。しかし本当に大事な部分はですね、これになります。ここに書いたんですけども、多くの人たちは成功者のやっている練習方法とか形をやるんです。だけど重要なのは失敗者のやった改善策っていうことの方がとても強いです。なぜこれが大事なのかっていうのをちょっとお話します。意志が強くなるからです。あるいは柔軟な心が鍛えられるからです。あるいは世の中の成功法則のそのこういうふうに組み立てていけばこういうふうになれるんだと想像できることが、この、例えば弓道の実力を伸ばすことでもそうですし、あるいは結果を出す、どんな分野でもそうなんですよ。スポーツとかで結果を出すことにもそうなんですけども、ビジネスで結果を出すこともそうなんですけども、改善策っていうことの方がとても大切。実はこの成功者のやっている練習方法とか全て形っていうのは、例えば弓道の世界では高段者の人がやっている聖者必中であったりとか、まあ的中率8割を超えてですね、大きな大会で優勝した人の弓道の考え方とか取り組みとか、そのようなものに該当します。ただここでお話ししたい内容というのはですね、その成功者のその一例であったりとか、成功者のやり方というのはですね、必ずしもあなたにぴったし当てはまるかって言ったらそうではないんですね。というよりもその精神論の内容を聞いてもですね、それが正しいかどうかというよりも、それをどうつなげていいかっていうのがわからないですし、その方法を聞いたところで明日何をやればいいのかっていうのがわからないんですね。そこでまあ成功者で、まあ、いわゆる例えば弓道の世界だったら講談社の先生とか、じゃあ何をやってましたかって言ったら、じゃあ大敗の動作をやりましたとか、呼吸を整える練習をやりましたとか、毎日練習やるときはですね、なんか道具をきちんと磨いてやるようにしましたということで、意識は上がるでしょう。意識は上がるんですが、ただその成功者が成功者となったゆえんの方法と、あなた自身とは大きくかけ離れているものがあります。それがこれなんです。改善策なんですね。だから成功者の言われている成功の方法っていうのは、まあレベルがこういうふうにあったとして、成功者はまあここにいるわけですよ。で、あなたはここにいますと。で、ここに行きたいんだったらどうすればいいかっていうと、この人のやっている形であったり練習方法よりも、どうやってここに駆け上がるかっていう方法、ここを学んだ方がいいんですね。そしてさらに言うと、この成功者っていうのは、最初からそれをやる必要がなかったのか、実は無意識にこれをやっていたのかわからないんですけども、いわゆる理由や理屈があってここに行き着いてるわけです。ただ皆さんの場合、例えばなんかレベルを上げたいなと思った場合はですね、ここの部分をわからないから、この形とかこの練習方法をいろいろやってうまくいかなくて、どうしたらいいんだろうっていうふうに悩むわけです。じゃあどうすればいいのかって言ったら、この改善策を学ばなきゃいけないんです。で、これ実はなんですけども、私その本を何冊か出してるんですけど、その中でそのアマゾンの、まあ電子書籍を出してるんですけど、アマゾンの電子書籍の編集者と実は人脈つながりを持ったことがあったんです。
そこで本の書き方とか本の記し方っていうのをどういうふうにこう作品をコンセプト作っていくんですかねって話になった時に、やっぱり、ね、結論から、物事を語るっていうのは大切だっていうことを書いてました。しかしそれはあくまで見やすかったりとか、その見る側にとって直感的に頭に入りやすいとか、そういう意味の、まあ、見やすさであって、でそれ実践に使えるものなのかって言ったらそれは使えないんですよ。どうしてかって大事なのは、その大切な内容であったり、その大切な考えをどういうふうに使うのかとか、なぜそれに行き着いたのかっていう、そのいろいろ改善をした上でここに行き着いたそのやり方であったりとか、そういうところが学べないんですね。だからそういう意味で、例えば成功者の本を読んでみたり、あるいはそのやり方を聞いてみたり、そういうことをやっても、まあ、なかなかうまくいかないっていうところが、まあ、現状なわけなんですよ。まあ、何が言いたいかというと、その本では、特にこれ YouTube の動画もそうです。最近はですね、私の見ている YouTube の動画でもそうなんですけども、なんか何を言ってるかよくわかんねえとか、なんかグダグダなんか言って結論何なのかってお話ししてるんですけど、そういう人はおそらく何をやられてる人かはわからないんですけども、その動画に対して早く結論を求めたくなっているっていうのは、少なくともあなたが目指しているその成功したい分野であったりとかっていうものからちょっとマインドとしてはずれている可能性が高いです。少なくとも何か成功したいとか努力したいとか行動したいと、あるいは何か結果を残したいと思う人はですね、たとえ動画が30分かかろうが40分かかろうがですね、きちんとその人の内容すべて動画をもう見てですね、繰り返し繰り返し読みます。じゃあ私の場合どうなのかと、例えば私の場合だったら今延べこう7年以上弓道のサイトを運営し、まあ、6年以上弓道の会員っていうか団体を作ってですね、新しい団体も作ってですね、さらにこう視野分野視野でごめんなさい場所場っていうのをこう広げていってるわけなんですけども、それってね、単純に本当にうまくいったわけではないんですね。すごいたくさんいろんなことを工夫してクリアしてます。まあその中で本当に一番私が工夫したのが、例えばその弓の引き方で言ったらですね、こうあって、まあ、例えばここが30キロだとしますで、今こう35キロだとします。で、私のやり方はですね、実はこっからここまでっていうか、それに行き着く23キロぐらいのところまでは教わったんですよ。だけどその時に分かったんです。あ、このやり方をやるとここまでしか行かないんだなって思ったんです。だから別のやり方を何か見つけなきゃいけないんだって割と早い段階で気づいてたんですよ。で実際そうなんですね。23キロの弓の引き方と25キロの弓の引き方は違います。25キロの弓の引き方と30キロの弓の引き方は違います。30キロをただ引ける引き方と30キロで的中を出す引き方っていうのはもっと変わります。30キロで的中を出す引き方と35キロの引く引き方っていうのはもう全然違います。この35キロの弓を引いた時はですね、私はどういう方法を使ったかというと、まあ例えばこの30キロ、初めて30キロの弓を引けた時っていうのは、これ第3の取り方を書いてあるんですよ。で、例えばその30キロの弓を安定的に引けるようになった時、安定的に引けるようになった時っていうのは何を書いたかっていうと、第3の中の僕の右肘の動かし方ですね。あ、ごめんなさい、両肘の動かし方ですね。これは去年の12月にいないいないバーの第3を取りましょうって私、いないいないバーって名前つけたんですけども、この第3でやるとですね、実はその30キロの弓が楽に引けるんです。ところがですね、この30キロの弓の引き方の第3のいないいないバーの第3っていうのは残念ながらですね、そこのここの動きだけ学んだら意味なくてですね、重心の取り方であったりとか、床前の取り方であったりとか、その手前の打ち起こしの持っていき方とか全部学ばないとこの30キロっていけないんです。では、今この35キロってどうか、これもないんです。もう全然違う弓の引き方を今やってるんですよ私は。これやってこれやってこ
積み重ねでこうなってるんじゃないですかっていうと、なってないです。今までのやってるやり方とは全然違う方法をやらないと引けません。まあ、これは本当に実際35キロを何本も何本も安定的に出せるようになった人だったらこれ分かるんですけども、実はここを変えると楽に引けるよね、まあ腕が引けなくてこうきついよねっていう風な人たちっていうのはですね、分からないかもしれないですけど、実は親指なんです。足の親指です。はい、この足の親指の使い方を変えて今は楽にいけてます。それ人間の関節って本当つながっていて、何をきっかけにするとですね、とんでもなく弓が引けるようになるのかとか、すごく引けるようにバッいけるのか、またその逆の叱りなんですね、全く弓が引けなくなってしまうとかっていうことが起こったりするんですけども、もうこのちょっと足の親指の使い方変えるんですけども、これ変えたらいないないバーもやる必要なくなるんですよ。なんでかって言ったらちょっとね難しい話をするんですけども、いないいないバーの第3は湯構えを取るときに、まあこう持つので腕の筋肉とか脇の筋肉ってちょっと力入るじゃないですか。これやるとね逆に力抜けるんですよ。その親指の使い方、つまり今コミュニティで教えてるのはそれなんですけども、足の親指の置き方ちょっと変えると全然もうそのなんていうんですか、腕に逆に力が抜けるんですよ、弓持った時の方が。だからより私はこれを弓を持った胴構えとして適した構えを取れているんだなっていうふうに解釈して弓を引いて今35キロに弓を引いてます。でこれが実は35キロを、次は40キロの弓を購入して今作ってる最中です。これはちょっと本当専門的ないろんな協力者に頼んでですね、40キロがキープできるような技をいっぱい使ってもらってですね、今度こそ40キロの弓を作ってもらうようにお願いしてるんですけども、これは多分全然またやり方変わるでしょうね。おそらく今みたいなそのなんていうの、第三の取り方のこういう取り方でもなく、まあその前やってた第三の取り方でもなく、その体重の乗せ方変えるでもなく、おそらくまた違う全然弓の引き方をやらないといけないっていう風に、例えば私の場合だったら実はちなみにこの第三の取り方、まあ、30キロまでは皆さん楽に引けるので、教材が売ってます。私それ買えばもうやり方全部コピーできます。これで30とか35キロとかはいけると思うんですけども、実はもうちょっと上のレベルになるともっと全然違うやり方をやらないとダメです。まあ例えばね、こういうプロセスを経て成功しましたって言った時のその成功方法こうですよっていうふうに私が言ったとしても、いや要は足の親指をどうたらこうたらしたら楽に引けますっていうところだけ聞いたって、まあ、無理なんですよね。なぜかというと、そのいないいないバーをやった時の腕の使い方も知らないし、その一歩手前の第三の取り方がこういう風にであると楽にいけるっていうことも知らない状態でいないいないバーだけやっても30キロ無理なんですね。まあその手前の段階で何をやらなきゃいけないかっていう準備も私は全部説明してるんですけど、まあ無理なんですよ。でこの足の親指の話なんかもう絶対わかんないんですね。でもちゃんと合理的な理屈はあります。足の親指をどういう風に置くと35キロが楽に引けるようになるのかと、要するに常に弓のパワーに対して胸がずっと開き続けられる構えをどう作るのかっていった時に、必ずこの足の親指の話は聞いてくるんですよ。でもそれは多分夢聞いたって絶対理解できないですし、これ本当にどういう理屈で弓の反発力がこうかかって、例えば第三でこうかかってこう開く時でもこれがこのまま開き続けられる状態に持っていけるって、なんでそれが親指と足の親指とつながるのっていうのがもう全く理解できないと思うんですね。でも現実これを使って28キロ台の弓を引いている50代60代の人は新しく2名出てきてるんです。だからやっぱり自分のやり方っていうのがまあうまくですね、やっぱちゃんと取り入れればこういうふうにできてるんだなと思って実証してこうやって説明していくんですけども、普通は
ここだけを学ぶんです。これでは無理なんです。この弓の引き方っていうのはちょっと、ね、ダメなんです。できないんです。そういうわけでいけないんです。必ずこういうふうにプロセスで減らないとダメです。でね、よくこう最近特にあの50代60代ぐらいのですね、まあ、インターネットの便利さに浸ってしまった人なんか特にそうなんですけども、まあ、なんかね話がグダグダしてるから長いとか、もうなんかこうあんまり話しないでくれとかっていう人多いんですけども、その発想はね捨てた方がいいと思いますよ。インターネットで便利になればなるほど面倒くさくて時間がかかることをやった人間の方が勝ちになります。はい、以上で内容の話終わりにします。ありがとうございました。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。番組概要欄にはですね、いろんな弓道の文献が読めるオンラインサロン、熱心な仲間と共に勉強して楽しく弓道をやってますので、よろしかったらそちらもよろしくお願いします。さらにチャンネル登録もよろしくお願いします。以上です。